日。おはようございます。おはようございます。やってまいりましたニコナイト。今日は24日。24日。はい、まあ、今日ね、タイガはちゃんと来ます。最初に言っとくと。そうですね。タイピン今ね、ヘアメ中だから。はい、ヘアメ終わったら来ます。ミックはちょっと今日この来ません。はい。うん。というわけで、とりあえず、なんだ、あれ、なんだ、CM みたいなやつ。オープニングです。どうぞ。どうも、はい、今ね CM オープニング動画の間にまこちゃん久しぶりに見たって言ってくれてる人ありがとうございます。ただ、はい、俺先週出てたよね。出てるっすよね。先週あれっすよね、あ、なんかやらかした話、うん、学生時代の。ああ、そう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 、多分ね先々週が出てない。先々週出てない。で、え、出たんじゃないですか。俺今月1回出てなかった気がする。あ、先々週か。うん、はいはいはい、ぐらいで、まあ、フィリピンは遅刻です。はい、フィリピンは今一生懸命かっこよくしてもらってるから。そうそうそう、はい、ルーチェ髪切った？え、全然切ってない。全然切ってない。なんかルーチェの髪短い。髪短いって、あ、巻いてるからなんですかね今日。あ、そういうこと。多分逆に俺髪切ったけどね。あ、じゃあなんか前髪短くしすぎてみんなにパッツンでキモいって言われる。え、でもいいと思うんですけどね。切ったのって、切ったわ。切ったわ。すっげえね、みんなに言われるの、女の子みたいって。可愛いっていうことだと思うけど、やっぱり若干色も明るくしたしね。あれ、先週言ってなかったでしたっけ。言ったっけ先週。先週が木曜日営業終わって金曜日の夜中じゃないですか。あ、ゆうさんと一緒に行ったって。ああ、そうそうそう、言ったわ。あ、先週言ってたっすわ。言ったわ。え、ですよね。あれ、この前来たのにまた切ったんと思って、うん、焦げ茶になってる。そう、焦げ茶。やっぱりね、ちょっとチャラ男に見られたいなと思って。そう、僕月曜日20日で26歳になったんですよ、実は。はい、そう。で、ちょっと自分的にもね、気持ち的にも落ち着いてきちゃったんで、まあちょっとチャラくなるほど行こうかなと。なるほどね、そんな感じで今日もね。え、嘘でしょ。ルーチェ眉毛、え、眉毛ないっすか。道路に落としてたよ。燃やした方がいい。あ、燃やした方がいいね、それは。あのぜひあのうちの店に届けてください。あの、ちょっと半分ぐらい落としちゃったんですけど。え、でもあれっすよね、落としてきてるね。薄いっすか。薄い薄い薄い。あ、マジっすか。え。あー、まあんま見えないかも。まあそんな感じで、はい、今日はちょっと、まあ、やりたいことも特にないんで。はい、ちょっと滑らない話でもしていこうかなと。ルーチェがマジで言ってんすか。ほんとそういうの嫌いっすわ。ルーチェがちょっとしようかなと。まあ、でもホストやってたら大体滑らない話の 2個3個ぐらいはね用意してるものやね。マジっすか。うわー、マジ期待とかマジ本当にやめてほしい。うん、これ別に打ち合わせとかしてなくて、俺今完全に気分で言ったから。本当に無茶ぶりっすねこれは。そう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 。まあでもいいんちゃう。え、実体験とかやったらね、結構面白い話とかあるじゃん。なんか実体験、大体ホストなんてさ結構アホなやつ多いやん。だからなんか日常であったさ、はいはい、キャストの変な話とかバカだった話とかさ。いや、そういう風に言われると、いきなり言われるとちょっと思いつかないですよね。まあね、じゃあ俺ちょっと小ネタだけど、はいはい、この間あのレクリエーションで営業終わった後にみんなでボーリング行ったんですよね。ボーリング、まあコピーボールっていうね、まあ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 ところ行って、はいはいはい、で、まあ、4人ずつのチーム。そうですね。で、4人ずつ4チームだから16人。はい。でやったんだけど、あの、カズマさん、うちの、内勤さんね、めっちゃ身長高くて、はい、まあなんかイケイケな人がいるんだけど、その人が、なんか知んないけどスイッチ入っちゃって、
入ってましたね。ワインのボトルをねめっちゃ買ってくるのよ。1本2000円ぐらいのやつを多分5本ぐらい自腹で買ってきて、なんかそこのチームがストライク以外だったらもうグラスでグイみたいなしてて、もう結構みんなグラスだったんすか。え、あれラップ最終的に、あ、もう最初はグラス使ったけど、もう最終的にラッパ飲み、で、まあそのチームに、うちのビジュアル系紫芋王子しんやくんがいまして、しんやくんね、お酒飲むんだけど結構ベロベロになるとひどいのよで、なんか、まあ、ボーリング終わった後に、まあ、解散しようか言うて、はいはいはい、解散して、で深夜ボロボロだったから、なんかタカさんが送ってってあげるみたいな、途中まで、はいはい、ああ優しいですね、うん、でそしたらなんか深夜がこう駐車場のところでお前壁立つするじゃん、はいはい、にこうやってやった写真があって、はいはいはい、そこでなんかずっとひたすら男の心理学について語ってたっていうでしかもその日にあのバッグなくして、財布携帯含め全てをなくしたっていうね、全然滑ってるけど、まあ、こういう感じで言えばいいんじゃないかな。なるほど、ちょっと今のところカットできますか。あもう生放送で無理じゃないですかねそうだね、はい、あ、とりあえず話術がやっぱり、そう俺もね男の心理学って気になるのよ。あ、乾杯、はい、乾杯。全然知らなかった。そう、なんかグループ LINE で深夜がベロベロで駐車場で男の心理学について語ってますみたいな、なんかそうですね、 LINE 流れてきたっすね。でその後になんかあが、ずがらみたいな、なんか意味わかんない文字がグループラインで来て、めっちゃ寄ってんな、そうめっちゃ寄ってんなー思ったら、次の日携帯なくしたっす自分を、まあ、バックごと言ったらねちょっとそうっすね、ダメだ。でなんか最終的になんかバックが戻ってきたらしいんですけど、うん、財布と携帯だけがねちょっとなかったらしくて、警察届けに行ったんだけどバックしか帰ってこなかったっていう、うん、ね、結構酔っ払ってアホな行動するやつ俺好きだから、俺結構寝ちゃうタイプだからさ、あ、うん、まあ、がっつり飲むときはね、あのね、うちね、はいはいはい、物なくす必要多いんだよね。あのカズマさん、あ、ね、今カズマさん、はいはいはい、カズマさんはちなみに酔っ払ってなくてもなくします酔っ払ってなくても、出勤の時にタクシーであの人来るんだけど、タクシーの中に今年もう3回鍵落としてきて、はい、家の鍵を、しかも1個も見つかってないからねその度に新しく作って、でしかもいちいちなんかねブランド物のなんかキーケースとかキーホルダーとか買うのよ、めっちゃもったいないからねプラダのやつとかさ、そういうのとかも、はいはいはい、バンバンなくすし、うわ、でそう領収書もらってないのって、はいはいはい、あんだけ落としてるから領収書もらってくればまた電話できるっすやん、どこの会社か分かるから言っても、はいはいはい、絶対もらってこないのあと、タカピーはタカピーで、あ、来ました、あ、遅刻かフィリピンって言われてたよ誰そいつ、いや、わかんない誰そいつ、今ね、あのね、酔っ払ったら物をなくすよねっていう話をしてる。あ、タカピーがね、うん、去年の12月の忘年会で、はいはいはい、サパーいたんだけど、その時に携帯をなくして、今、うん、彼が使ってるのは俺のタブレットね、タブレットです。ああ、今だずっと使ってるよね、はい、携帯帰ってくるんだけど、そう、俺タブレットでさちょっとでかい画面でエロ画像とか見たいなと思ってやってたのさ結局俺それ買ってすぐにタカピーに渡しちゃったから全然使ってないよね、はい、しかもあのまこちゃんが課金すると、うん、まあ、モンスター課金するやん。あ、そうそうそう全部ね、あのタカピーに全部データがいくんですよ、はいはい、そうなんだよねだから課金したでしょって言われてたっすね、この前、うん、まあでも最近全然しないからやっぱり。あ、でもね、はいはい、この間誕生日の時にバイトのセンっていう子がなんかいつもお世話になってるし、俺入った時に研修してあげたんだけど、はいはいはい、そういうのもいろいろ教わってるんでっつって Google プレイカード3000円分、うそー、言っちゃいいやつやん。なんか写真でさコード送ってくれて、うん、いつもお世話になってますんでみたいな、おめでとうございますみたいな感じで、まず、あの学生の、学生の、うん、バイトじゃないですね、あれどこや、短髪で黒髪で口紅のやつ、ちょっと色黒い感じ、あれね、モンストやってるやん、ステムパズドラもやってるっすね、わからねえな。いや、こうやってね、ちょっとタッチバーが上になると下の子なんて見ない、そういう人間になっちゃいけないなと。違う違う、まずバイトの子ってなかなか会う機会ってないじゃん、うん、バイトの子難しいよ、残るのね、多いから、まあ、バイトってやっぱり、ね、うん、でも線割と出勤してる方だし、え、なんかね、なんか顔見たら分かるんだけど、うん、今思うとちょっと分かんねえな、すごいな、うん、
俺ちゃんと覚えてるよ結構割とみんなのこと。俺も結構覚えてるよ。昔の子は覚えてるよ。っていうかなんなら俺多分ねほとんどの子俺が研修してるからね。ああそうか。なるほど。はいはいはい。面接は俺してるよやっぱり。でも面接してるね。面接は俺がしてるよ。でもしただけで覚えてないじゃん。だって何に面接するんだよ一日は。まあそうですね、入んないことがも来るっすからね面接は。ひたすらね、いや全員移さない、ちゃんといい子は取りますよね。はい。まあ言ったら求人もしてるからね。そうですね、男性の方見てるんだったら、はい、タイガが下に書いてあるっすもんね、これ。じゃあ男の人見てますか。あのニコ生見たで漏れなく採用するんで。いやそれはそれどうなんすか。それはどうかな。見てる人いるのかな、男で。なんかいない気がするね。あれ、前なんかの話の時にいたっすよね。なんか俺の友達がね、なんか地元で見てくれてるって。この前地元帰った時に、行ってくれて、みんな結構見てくれてる人多くて、あのなんかすごい付き合いの深い人じゃなくても、まあ知り合い、まあ、知り合いか友達とか、はいはい、まあ、なんかそんなちょっとめっちゃ悪口言ってる人がいる。タイガーに落とされたら人生リタイアだわ。俺もそう思う。やっぱり何を言ってんのお前。違うな。めっちゃ悪口言ってない。人生リタイア、漢字まず違うしな。タイガーそもそも違うし。タイガードラマもタイガーだけど、まず漢字違うしな。こいつ誰だ本当に。まあでもね、うん、あれルーチャー研修誰にされたの。俺じゃない。研修はミクさんとかタイガーさんですね。面接がタイガーさんで、ルーチャーの面倒めっちゃ見たからな俺。面接そうっすね。俺こいつは続かなそうやわと思って俺研修やんなかったわ。なんすかそれ。ひどくないですかちょっと。今だからね。でもちょっと分からんこともないけどね。そういう判断やっぱ入る子って結構すぐ飛んじゃったりする子って多いから、真面目に研修してもさ飛ばれたらちょっとなんかやる気なくなっちゃうから。ちょっと分かる。ルーチャーが入る前になんかそういうことがポンポン、はいはい、レギュラーで入っても研修終わったぐらいで飛んじゃうとかさ、なんかあって。俺もちょっとやさぐれてたから。なるほど、すれてますね。どうせこいつもすぐ飛ぶんだろうと思ったら。ルーチャーはでもそんな感じしなかったけどな。うん、結構そうっすね俺は。真面目なイメージだわな、うん、足臭いけど。いやいやそれはちゃうっすよ。うん、うん、あ、なんかルーチャーすぐ飛ぶもんねって言われて。え、なんすかこれ。すぐ飛ぶって超声が出ない今日なんかおかしくない。それはいつものことじゃなくて。だよね、うん、気のせいだったわ。まあね、そんな感じで俺は飛ばないね。飛んだことないし。いや、飛んだことあったら今いないよね。うん、まあ、そもそもんすよね。あ、頭は飛んでる、確かに。飛べんの。頭飛んでるよ。体重割とあるのに。体重はあるけど頭飛んでる。2メートルと2ミリ、2ミリメートル。それドラえもんと一緒でしょ。ドラえもんってちょっと浮いてるんだよね。あれ2センチちゃうんすか。2センチだっけ確か。ドラえもん2センチ。あれでもね、なんか何トンもあるから。あれ PTA かなんかのさ、苦情からなんだよね、うん、なんか土足で家の中入るのは子供の教育に良くないからっつって。そう、なんか2ミリだか2センチだか浮いてるっていう。浮いてる式、あれ実際重さが何トンもあるんだよ。いやあれを持ち上げる伸びたの力やばいっていう。え、あれ何トンもあったっけ。あるあるある。ドラえもんめっちゃくそ重いよ。だから抜けるよ。タイガと同じぐらい。そう、俺より重いと思う。だって俺なんともないからね。あれだってドラえもんのさ、胴体の中に原子力かなんかあるんだよね。確かに。あ、そう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 。あ、原子力で動いてる感じじゃない。なんかそんなんあったっすね。そう、確かに129キロだったよ。いや、ここに129キロ。そう、俺もちょっと見てなんか数字見覚えあるな。なんか頭とお腹とか、うん、身長とか全部129だった気がする。全部129。頭の周りのあれとか胴体周りとか。あ、ここ129センチ。そうそうそう。え、じゃあ頭と胴体が一緒。まあ、周囲ね。あー、うん、あー、へー。じゃあそうなのだった気がする。ほう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 。結構なんかね、ドラえもん好きだから俺やっぱり。いや、あれ知ってる。1話だけ違うのがさ、ドラえもんって透明マントとか持ってるじゃん。透明マントなんてあるの。ドラえもん透明マント。あ、ハリーポッターじゃん。ないわ、ごめん、ないわ。それハリーポッターっすわ。飲むけど違うわ。ドラえもんって一巻だけ尻尾を押すと姿消えるっていうシステムなんで。一巻は、え、あれって機能停止とかじゃなかったっけ。そう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 、ね、そうそう。だからそっから先は機能停止の機能に変わるんで。あ、でも一巻だけ姿が消える。そこだけはみたいな。のび太のマジックの手伝いのためにね。ほうほうほう。そう、透明マントハリーポッターでした。ハリーポッターの話今日ちょっと誰かとしてたんで、ちょっと最後一回テキーラ飲もうか。あー、じゃあ飲みますね、テキーラ。あ、じゃあこれで。テキーラの代わりにここにほら、なんか素敵な素敵なものが。これ一杯でしょ。これ、ほら、一杯。これ一杯分だから。じゃあこれ僕、CM 終わるまで飲んどくんで。じゃあ CM CM 終わるまで飲むんで、全部飲むんでいきますよ。レディー
CM どうぞ。どうぞどうぞ。ホストっていうのは日々の進化が大事だ。お前そろそろさ、寝たきりじゃねえか。特訓させてください。特訓だ。どんな能力が身につくのだろうか。はいはいはい、いやー飲みました、やっぱり。はいね、飲んだっすね。飲んだね、はい、このぐらい、このぐらい飲んだ。いや飲んで結構もう今しんどいとこですね、酔っ払ってます。ちょっとさあ、それでは次の話いきましょうか。はい、飲みましょう。おろ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 、中身見えないから大丈夫だよねって確認してあれほらほら、あれ、ほら、蓋開けて逆さまにしてみろよと。そんなこと言わんでや。そんなこと言わんでや。そんなこと言わんでな。多分サイがね、うん、クリスタルくれるっていう約束がなきゃ多分一気しないね。しない。そういうの。クリスタルだって多分いけるよね。うん。死ぬ気で多分行くと思う。多分行く、絶対行くと思う。まあ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 、まあうん。何がなんだろうけな。俺もね、俺なんなら新人の頃にさ、はいはい。うん、今日月のフル1本飲み切ったら指名してあげるみたいな、なんか2丁目のママなみたいな人が紹介できてて、15万ぐらい使った子でしょ、はいはいはい、それで飲んだ。で結局俺潰れてトイレにいたから、違う人指名になった。ええー、それショックだね。めっちゃショックやった。でも初回でやったことあるな、今日月ハーフはビンダマね。えちょっとね、うん、そのフルって吐くじゃん、うん、さすがにトイレで、うん、はいはい、トイレで入ってもなんかね、回ってる、多分全部出し入れないんでしょうね。しかも俺飲み終わった後15分ぐらいは席ちゃんとついてたから、で隣にも座ってたのよ、うん、けど締めなかった。まあ、その時ミキヤだったんだけど、ミキヤチョンチョンって消されてて違う人なんですよ。やられたわと思ったわ。きつ。フルボトルは720か、そうですね、確か出てそうだよね、うん、そうですね。なんかシャンパンも出る。そうだね、シャンパンとかなんかウイスキーとか。そうだね、フルボトル全部700だいたい700っすね。焼酎とかもそうか。いやでも結構きつかったな。きついっすわ。俺それ学生の2部でのバイトの時だったから。ああ、その後俺学校だったのに学校行けなかったよね。午後の授業出れなかったし。ああね、うん、学生だったもんね、もともとね。そういうのが積もり積もって、卒業のための単位の試験落として、はいはい、関係ないでしょ、バカだったんでしょ。ちげえ、出席日数が足んなかった。再テストで卒業旅行のグアムは行けなかった、うん、でしかも結構割と日にちってなってたから、うん、半分ぐらいは料金返ってこなかったから。うわっ、つらっ。いくらだったのグアム。ね、その時多分12万ぐらい振り込んでて、帰ってきたの6万ぐらいだったかな。でも親が払ったでしょ。いや自分で払った俺。すげえ偉いよ。ホストやってたからさ、うん、じゃあ、次の話しようか。すいません、すいません。はい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 、親じゃないんだね、ちゃんとしてたんだ、すごいじゃん。当たり前やろ。偉いね、うん、偉いでしょ。まあ俺学生の頃なんて親に全部やってもらってたけど。学生言うても大学生なんですよ。まあ大学生なんだね。僕高校生までしかやってないんで、高校生の時はもう全部やってもらってた。あ、マザコンっぽいって言われたし、ひどい。ひどい。ああ。でもあれ、テシー。うん。名前出しちゃった。テシー。いいんだけど。お母さん。いや、何回も言ってるやん。お母さん、テシー。全然いいんだけど。そうそうそう。いや、僕好きっすよ。お母ちゃん。家族みんな好きじゃない？まあ、そう。家族逆に嫌いって人いなくない？家族俺絶対好きだけどね。そうっすね。最近あんま興味ない。実家のことに関して。ああ。興味ないっていうか、なんか帰れないから。ああ。めちめち。うん。帰れるやん、あなた近いやん。1時間じゃん。俺何時間かと思ってんねん。え、何時間っすか。いや
新幹線6時間半だよ。きついな。6時間半だよ。あ、そうだ、思い出した。うん、そう、その母親の話を思い出したんですけど、そうだ、俺明日母親と会うんですよ、久々に。おお、てかルーチェどこだっけ。俺福島っすね。え、来んのこっちに。そう、こっちにちょっと用事あって。いや、指名で来るんじゃないでしょ。いやいやいや、あ、じゃあ俺バースデーだったんですよ。いや、ちょっと待って、やめてほしい。いや、あの、これ未だに言ってないんですよ。親がホストやってるって親に言ってないんですよ。何してるって言ってるの。俺バーで働いてるって。あ、キモい。一緒や、一緒や、ホストもバー。じゃあ明日みんなあの、ベストでさ、シルサツみたいな感じでやろう。いや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 、いや店来ないですから。いや、来るよ。来ないですわ。来るよ。初回出れよ。じゃあ俺らめちゃくちゃ。たまたまあの、マジでルーチとバイバイした後にルーチ仕事や、それでなんかちょっと私初回行こうっつってお母さん来るから絶対嫌だ。あれ、一軒家、一軒家。え、いえ、一軒家、一軒家じゃなくて、アパートです。アパート。あ、じゃあアパートかじゃ売れない。売る気満々だよ。怖っ。いや、実家売ろうとしてんすか。売ったらワンチャンさ、リシャルタワーぐらいできないかなと。できない、できない、できない。ってやめてほしい。いや、一軒家の広いとこで売っても600万とかで一緒なんないでしょ。600万のいい方じゃん。え、それ鳥取価格でしょ。そうだよ、なんか鳥取価格はそうだよ。なんか文句あるのかな、鳥取に対して。本当に君たちは埼玉はね、割と高いんだよね。うるさいよ。あ、高そうだもんだって。結構高い、結構。まあ、意外に都内とそこまで変わんないと思う、多分。ちなみに埼玉出身の人いますか、今。はい。あ、ちゃうちゃうちゃう、まあまあ、まこちゃんは分かるけど。コメントで、コメント見てる人でざっと。鳥取ワンコインで家買えるの。買えるか、バカ。家砂で建てる。バカちげえし。いや、なんかこのさ、めっちゃバカにしてるわ。俺にはこの ID 覚えてんだよ、俺の悪口言ってるやつの ID。 必ず同じやつやる。分かる。必ず同じやつやる。分かるっすわ、それ。俺の悪口言うやつ。はいはい、はい、でもそんだけ愛されてるってことじゃない。なるほど。まあまあ、全然悪口だと思ってないけど。いや、500円では買えないっすよ、さすがにね。まあまあまあ。で、埼玉っているの。あ、いるやん。お、え、埼玉。埼玉、はい。まこちゃんに LINE をしたいと思いますか。僕、蓮田っすね。蓮田市。あの、本店にも一人ね、蓮田出身の人いて。埼玉嫌いだって。え、埼玉嫌いだって。これと何の否定するよ。これと、これと何の否定する。俺だって嫌いだわ。鳥取も嫌いみたいな。おい、で、福島は。福島は、でも福島はね、俺サッカーやってた頃合宿で行った。あの、J ビレッジ。はいはいはい、はい、今もう、あれだよね。なんで福島。なんで福島ないですか。とりあえず絶対さ、ルーチェ推しなだけでしょ、それ多分。どうなんすかね。鳥取は外国ではない。あの、パスポートが必要になってるから。日本国内ですから。あ、だから砂漠あるもん、だって。砂漠はあるけど。なるほど。でもね、あの、日本一の砂漠って誇ってるけど、日本一じゃないって知ってた。あ、なんからしいっすね、なんか、うん、なんか北海道かどっかに、そのめっちゃでかい、もっとでかい何十倍もある砂漠があるんだけど、砂丘が。そこはでも一般で入れなくて、自衛隊の基地の中だから。あれですね、なんか入れる人、一般が入れる中では入れないみたいな。最大だけど、どっかにあるんだよね。北海道かどっか忘れたけど。じゃあもう誇るもんなんもないやん。そうだよ、ないよ。、うん、え、なんかさ、名産品とかないの。あの、何々が美味しいですとか。あー、ちょっとね、あの、僕名産品っすか。砂。絶対言うと思う。いや、でも砂って言う。いや、そうなんだよ、俺この前鳥取帰った時に、まあ、お客様にその砂が欲しいって言われてて。ほう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 。お土産でめっちゃリーズナブルよ。砂が欲しいって言われて。交通費だけでめっちゃ取ってこれるやん。鳥取砂丘、あの、砂、え、売ってないんですかって言ったら、売ってませんって言われましたね。え、でもあれじゃないですか、飛行機砂持ち込めなくないですか。あ、そうなの。え、多分靴の中とかに入れとけばいいんじゃない。あ、てかそうや、薬みたいになるよね。なんか、あの、なんかあったじゃないですか、甲子園の土をなんか持って帰るのに、なんか持って帰らなくて、あれ、あれ。え、大丈夫だよ。あれ違う、あれは船の話だった、多分。ね、だってね、あの、砂丘の砂って取ったらダメだもんね、あれ、確か。え、でも、タイガだけらしいよ。コメント、あの砂勝手に取ったら犯罪だよ、タイガだけね。普通、誰が取っても犯罪。え、でもさ、たまたま靴の中に入っちゃったんだったらしょうがなくない。それを、それをあげる人にじゃん。いや、あげないよ。タイガファンにだったらあげてもいいんちゃう。うん、俺は絶対あげないけど。でしょ。でも俺だったら、その、ね、近くの海の砂とか取ってくるわ。わかんねえだろ。それっぽいの。別にわかんねえだろ。わかるよ。わからんか。まあわからんか。え、なんか埼玉なんかあるっすか。埼玉はね、クレヨンしんちゃんやろ。ないんだよね、クレヨンしんちゃんやろ。埼玉おいしいもんとか別にないし。クレヨンしんちゃんやろ。まあ、深谷ネギ有名言ってるけど、多分全国で言ったら別にそんなでもないと思うし。あー、スーパーアリーナとサイスターぐらいじゃない。赤レンガ倉庫。赤レンガ倉庫は横浜やね。ちょっとバカにしてるわ今の。もうやさぐれてるんだ。
福島は結構あるよね。福島でも鶴ヶ城とかあるでしょ。ああ、はいはいはい。なんでしょう、頭いい。違う、あれ行った、小学校の時の林間学校だか修学旅行とかで行った。はいはいはい、はい、なんか林間学校で泊まるやん。はいはい、なんかもっと山の中泊まるイメージなんだけど、俺あ、俺もそうでしょ、なんかそういう施設みたいなのあって、そこに泊まったんだね。日光だったわ、俺でしょ、俺だって大仙だったもん。ああ、それ、でも大仙地鶏とか美味しいよね。ありがとう、ありがとう、大仙地鶏美味しいよ、ね、ありがとう、ありがとう。大仙、大仙、大仙ね、みんな知らないでしょ、大仙ね。大きい山って書いて大仙。そう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 、大山って東京来るときさ、大仙って有名だと思ってたんだよね。来たらさ、みんなにその大仙知ってるって聞いたらさ、誰も知らないんだ大仙。俺有名だと思ってたね、めっちゃ鳥取いる頃から。すごい、どこでも全国で有名だと思ってたから。俺大仙地鶏っていうのを知ってるけど、大仙が鳥取だってことは知らなかった。そう、大仙ね、鳥取なんですよ。あのでも日本で2番目高いと思ったらね、全然高くないっていう。あ、そうなの。そうだよ、日本で2番目だと思って誇ってたら、なんか12番目ぐらいだったか、確か。結構そうなのって、2番目に高いと思ってたのっていうところに。あ、思ってた。うん、どんまい。だって有名だもん。学力調査イベントやったじゃん。タイガは問題作ったからってやってなかったけど、多分タイガ答えてたら結構低かったんじゃないのかな。いや、俺意外とあるから、マジで意外と。いや、もう本当に。いや、あるよ、あのもの。やろうかじゃん、俺多分満点取れるよ。多分タイガー1点だけでしょ。何が。ワンピースの主人公の兄の名前はそこは絶対エースだろ。俺はすごいすごい。 それの1点だけでしょ。いや、まさかの。そんなことないでしょ、そんなことないでしょ。あ、知ってる、イルカでしょ。この人分かってんだ。この前もあれですよね、出たっすね。イルカだろ、はい、分かってんだ。てか、マコちゃん、川のフグは、え、川のフグ、マコちゃん、川の豚は、マコちゃん、フグ言っちゃったよね。マコちゃん、え、何、ちょっとバースデーイベント、ほら、あ、そうですね、告知しなきゃ。そういえばもう時間ないよ。そうっすわ。まあ、26日マコとバースデーイベント、ゆいが独尊、ゆいが独尊、オッケー、やるんで、もう、ね、はい、お時間ある方はぜひぜひぜひ、初回でもいいので、初回でもあるめも、なんなら初回指名でリシャールとか入れてくれたら本当に嬉しいし、泣いちゃうと思うから、多分もうリシャールとはいかないまでも、鍛錬くれるだけでも俺はめっちゃ嬉しいし、はい、うん、というわけで、もしお時間あったらぜひ来てくれればなと思います。はい、ちなみにタイガが僕のためにシャンパン入れてくれるそうです。ありがとうございます。いや、入れないし、俺指名で入れないし、入れないし、入れないし。初回はね、ちょっとまあこのニコ生見たって方だけちょっと特別に席用しますんで、外販とかのはちょっと通さないんですけど、はいはいはい、うん、まあ、ちなみにその日は僕が今まで着たことないものを着ようかなと。何着んの。それは内緒。え、まず俺にも内緒なの。え、俺にも内緒なの。内緒内緒、後で聞いちゃダメなの。後で言う。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、26日お楽しみに。はい、26です6ですよ、マカちゃんバースデー、はい、うん、あと来月はちなみに二部営業やりますので、僕らも二部、ぶっ通し？ぶっ通し。やります。なるほど。じゃあまた見てください。よいしょ。バイバーイ。そむいてビクビクしてては掴めないような心、吐く石張って胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。強くなれ、強くあれ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍。